あるところにずんだもんくんという男の子がいました。ずんだもんくんは6歳、小学校への入学を控えています。家庭の方針で幼稚園にも保育園にも通ってこなかったずんだもんくんは、小学校への入学をとても楽しみにしていました。たくさんお勉強するのだ、たくさんお友達を作るのだ。しかしずんだもんくんの期待は大きく裏切られることになります。ガオーパフパフ、チャッチャッタプホーホーホー。はい、皆さん席についてください。授業中ですよ。うんち出る、うんちする。かなたくん、ここでしてはいけません。おトイレに行ってください。先生、動物ごっこしたい。一緒に遊ぼうよ。しません。遊ぶのは休み時間になってからです。え、レベルが低すぎるのだ。なんなのだこいつらは。授業中なのに自分勝手に走り回り、叫び声を上げているのだ。先生の言うこともまるで聞いていないし、勉強をするとか社会性を身につけるとか、そういう気がまるで感じられないのだ。こいつらは一体何のために学校に来ているのだ。もしかしてここは特殊な子供が集まるクラスなのだ。それともおかしいのは僕の方なのだ。ずんだもんくんは大きな壁に思い切りぶつかった感覚がしました。裕福な家庭で英才教育を受けてきたずんだもんくんと、底辺公立小学校のクソがつくほどバカなガキンチョどもでは、知能の程度に差がありすぎたのです。なんとかしなきゃ、僕一人がクラスで浮いているのだ。ずんだもんくんは思い悩みました。たとえここがバカの集まる動物園だとしても、自分はこのコミュニティに適応していかなくてはならない。そのために何ができるか。そうだ、お酒を飲むのだ。アルコールには脳の機能を低下させるとともに、覚醒や興奮をもたらす作用があるのだ。お酒を飲めば他のみんなと同じレベルになり、きっとクラスに溶け込むことができるのだ。こうしてずんだもんくんは翌日ウォッカを2杯飲んでから登校しました。するとどうでしょう、それまでずんだもんくんのこと、お高く止まっている臭いやつとして嫌っていたクラスのガキンチョどもが急に打ち解けてきたのです。お前面白いやつだったんだな、気に入ったぜ。バーカバーカ、私と一緒だね、えへへ。ブッパピッポッパパッパポッポキなのだ。こうしてずんだもんくんにはたくさんのお友達ができました。今までとは真逆の頭のいかれたサイコ野郎として、むしろいじられキャラとなり、それがアイデンティティとなっていきました。お酒の量はどんどん増えていき、2年生になる頃には毎日ウォッカを瓶で3本飲むようになりました。グビ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 、うっく、まずいのだ。本当はお酒なんて飲みたくないのだ。でもバカどもに合わせるために仕方なく飲むのだ。いわば社会における生存戦略なのだ。あいつらも高学年になれば少しは落ち着くだろうから、それまでの辛抱なのだ。ずんだもんくんはお酒を飲むことについてこのように自分を納得させていました。異性を働かせ、戦略的に賢い選択をしているのだと思っていました。そして4年後、おいずんだもん、お前いい加減にしろよ。また飲んで嫌がるのか、授業の邪魔をするんじゃねえよ。ずんだもんくん、あなたは病気よ。お願い、病院に行って。ほわちゃほわちゃ、エコーエコー、ブッパピッポムキムキボッチビンビンブー。いや、やめて、立ちつかないで。おい、ずんだもん、ふざけんな。お前のしていることは性犯罪だぞ。いつも酔っ払って女子のお尻を触ったり抱きついたり。もう帰れよ、二度と学校に来んな。ずんだもんくんは6年生になる頃には毎日ウォッカを瓶で10本は飲むようになっていました。ボボボボボ、僕は病気じゃないのだ。周りがバカな猿ばかりだから、レベルを合わせるために
自分の意思でわざわざ飲んであげているだけなのだ。これは違います。ズンダモン君はもう自分の意思ではどうすることもできなくなっていました。重度のアルコール依存症でした。心身に深刻な問題を抱え、性加害と自傷が日常化していました。客観的に見て限界でした。ズンダモン君は全身を拘束され、施設に収監されていきました。ズンダモン君は今年12歳になります。しかし頭は白髪だらけで、大抵の人から40歳に見られるのでした。